この大会3連勝を目指します。4分半の演技が始まりました。前も彼は入れるようにしたんです。なるほど、彼だけのことですね。そうするとこう何かストーリーがあるわけでしょうか。そうですね。そうでしたね。今のはトリプルチャーリー、きれいに決まりました。はい。これまで世界選手権では3位、ヨーロッパ選手権、ソビエト選手権では優勝しています。ベテランのボブリン。非常にこう人間としていますか、人間味が溢れているスケーティングですね。そうですね。しかしこういう味というのはなかなか若い選手には出せないんでしょうね。そうですね。スケートを見ていながら彼の演技がね、それは何をやってんだろう、何をやってんだろうって考えちゃいますね。味のある演技を見せてくれました。ソビエトのイゴール・ボブリン。一
1万2000人の大観衆から大きな拍手を受けました。コーチのオプチニコフさんです。オプチニコフというのは世界一のフリーやった名手ですよね。はい、ね、スローが出ていますが、これはキッツフットですね。はい、いや、あ頑張ったね。きついですよ。はい、これはダブルアクセルです。はい、まあ、あの日本にもおなじみの選手ですがね。さあ得点が出ています。テクニカルメリットに続いてアーティスティックインプレッションは 5.9 が2つ、そして 5.8、 高い得点が出ました。やはりこの辺はソビエトの第一人者という感じがします。